12月3日2002年の今日日は、日本流行語大賞の中で「ゴジラ」が特別賞を受賞した日ですこの年メジャーリーグに挑戦が決定したゴジラこと松井秀喜選手のニュースは日本のみならず海外メディアにも大きく取り上げられましたそのワールドクラスの話題性を加味されて日本流行語大賞の「 海外輸出流行後特別賞が授与されたのです。その後の松井さんのご活躍は皆さんご存知の通り、そして本物のゴジラはこの2年後ハリウッド殿堂入りを果たすことになります。当時から20年、また新しいゴジラ伝説が作られようとしています。